バンプキー、バンプキーは、鍵を使わずに、シリンダー状、とりわけ、ピンシリンダー状を開けるために用いられる特殊加工したキーである。このバンプキーを用いて解除する方法を、バンピングという、ピッキング、カム送り解除、サムターン回し、鍵穴破壊といった鍵を使わずに、上枚を開けるために、仕事、上枚紙あるいは、不正。 犯罪に用いられてきた代表的な会場手法に続く新たな手法を指す。この手法を用いれば古典的なピンシリンダーは原理的にすべて会場可能となる。その会場操作には熟練した技術や特殊工具を必要とせず、以前に社会問題となったピッキングよりも簡単で、しかも短時間で会場可能なため、 犯罪に用いられて再び大きな社会問題となるとされいたが2009年3月現在、警察庁においてバンピング犯罪の摘発事例はなく、国内上前メーカーの作る日本ロック工業会でも2007年4月時点で日本国内において犯罪として発生する可能性は非常に低く過敏な心配は必要ないと発表している。警察庁日本ロック工業会 日本ロックセキュリティ共同組合など鍵に関してオフィシャルと言われる団体はすべてワンピングの発生に対して否定的なコメントを出しているがテレビなどに出演する一部の防犯事業者が特定メーカーのシリンダーだけが対策済みであると発言する異様な状況になっている客観的に見れば70年以上前からある手口に対して 世界でたった一つのメーカーを除いて対応していないというのはありえない。事実国内最大手上前メーカーの最多出荷グレードであるローターリーディスクシリンダーやプログレッシブシリンダーはバンピングでは対応できないことに触れている番組はない。シリンダー上は一般にディスクシリンダー、ウェファーシリンダーとピンシリンダーに対別でき、バンピングはその海上原理から対象がピンシリンダーに限られる。 上前技術者の世界では75年も前から用いられていた様々な手法の一つであったが、オランダの TV 放送局が2005年4月に放映した報道番組により紹介されこの手法が改めて注目されることとった。その後、オランダの民間組織が検証したレポートによれば、オランダで使用されている60種類のシリンダーのうち、約8割に相当する47種類のシリンダーが、 バンプキーによって3分以内に開けでき、そのうち22種類は素人でも解除可能であったことを発表している。米国に本部を持つ世界最大の上前技術者組織、ロアでも2006年8月28日付でプレス発表をしてその危険性に警鐘を鳴らしている。また各テレビ局がバンプキーの危険性を取り上げてはいるが、実際の被害の発生が 警察発表としていないため、一部の雑誌と業者の宣伝意図が見え隠れしている。バンピングの原理は、会場工具として用いられている、ピックガン、電動ピックガン、スナッパーピックと同様に、下ピンに衝突エネルギーを与えて、ニュートンの法則に従って上ピンのみを跳ね飛ばして、一瞬シャーラインをフリーにして、ナイトを回す方法に類似している。しかしながら、ピックガン等は、 下ピンの本数が増えたり、キーウェイが複雑になると、下ピンすべてに衝突エネルギーを同時に与えることが困難となり、難度が増して熟練を要した。これに対して、バンプキーは対象となるシリンダー専用のブランクキー、もしくは純正キーをもとに、そのシリンダーに用いられている下ピンに対応した最深度ないしそれ以上の深さでカットすことで容易に作成される。操作は、 このバンプキーを対象シリンダーに挿入した状態で適当なもので叩くだけで衝突エネルギーを全ての下ピンに伝達できるため適当なテンションと共に内藤を回すことで達成されるどんなに複雑なキーウェイであってもまたタイピッキング対策のためピンの本数を増やしキーに対して垂直、水平、射方向から下ピンを内蔵したとしてもさらには特殊な形状のタイ ピッキングピン、例えばマッシュルーム型ピンなどを使用したとしても、それらの構造はバンピングに対して何ら障害となら、すべての下ピンに対して同時に効率よく衝突エネルギーを与えられることがバンプキーの特徴である。バンピングによる解除は、その操作に特殊な技術を必要としない。言い換えればバンプキー自体をいかに正確で精密に作るかが重要で、 それさえ達成できれば、素人や子供でさえも、これまでプロでも解錠できなかったシリンダーを数秒で解錠することが可能となる。バンプキーに関してまとめると、バンプキーにより、玄関扉やロッカー、郵便ポスト、自動販売機などに広く使用されている膨大な数のピンシリンダーすべてが解錠容易となる。所持していても、 普通のキーと区別がつきにくいので取り締まりも困難になり犯罪に悪用される可能性が高い。6歳の男子がバンプキーを使ってピンシリンダーを2、3秒で開けている映像もある。また海外ではバンプキー1本3ドル程度や専用のハンマー等もインターネット通販されておりすでに簡単に入手可能な状況にある。日本国内で流通している。 ィンプルキーなどの数本二十数本のピンシリンダーにおいても数秒で解除可能な場合がある。平成15年9月1日に施行された特殊解除用具の所持の禁止等に関する法律、法律第65号やその施行令、政令第355号にしてもバンプキーに対しては何らだ効力がないが、制定から5年を迎え基準見直しの年を迎えた。 官民合同会議、防犯性能の高い建物部品の会議においても、バンピングについての議論はされていないことからも、警察庁、国家公安委員会、日本ロック工業会は、バンピングを全く問題視しておらず、YouTube の映像と一部のテレビに出演している、防犯事業者が取り上げているに過ぎない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。